2000年カナダ総選挙は北米に位置するカナダの立法府であるカナダ議会の会員である庶民院員を構成する議員を全面改選するために行われた総選挙で2000年11月27日に投票が行われた。当時のカナダ首相であるジャンクレティエンが与党である自由党内の一部反対を押し切って庶民院員を解散したことによって行われた。 庶民委員の議員任期五年を約一年半繰り上げする形で行われた選挙の結果自由党が圧勝。クレティエンは第二次世界大戦後のカナダ政界において初めて三期連続で政権を担当することとなった。クレティエン与党で自由主義系の自由党は最大票伝であるオンタリオ州で百三議席中百議席を獲得。クレティエンへの人気が低いケベック州でもケベック州の 分離特立を当然とするブロックケベコアを、得票数で上回るなど、選挙前から11議席を増やし、庶民員301議席の過半数を大きく上回る172議席を獲得して圧勝した。カナダ改革党を前身として1月に結成された、右派系のカナダ同盟は、西部諸州では圧勝したが、ケベック州や大西洋岸諸州では、議席ゼロに終わるなど伸び悩み、 66議席の獲得に止まった。ケベック州の分離独立を当然とするブロックケベコワは、前回選挙比で6議席限の38議席。社会民主主義系の新民主党は8議席限の13議席。かつての政権政党であった新保保守党は8議席限の12議席となった。ありがとうございます。